虚偽免許証で新型コロナ給付金申請、はい、中核派非公然活動家の男逮捕と、はい、これ産経新聞が報じてますね、うん、居住実態のない住所地を申告して、更新した免許証を使い新型コロナウイルス対策の特別定額給付金の支給を申請したとして警視庁公安部は12日免状不実記載などの疑いで住所職業不詳過激派中核派非公然活動家八木康幸容疑者48歳を逮捕したと、はい、黙秘しているそうですね、うん、でなんかまあ、さまざまなデモ活動なんかで、活動されてたと、はい、いうことなんですけども、まあ、中核派って、まあ、まあ一種反社じゃないですか、はい、そうですね、そういう人たちもやっぱ給付金もらおうとするんだなっていう、そうで、まあ、こういう人たちこそ取ろうとするんだろうね、うん、なんか反社だから的なね、そうですね、企業 の、うん、定額給付金じゃなくて、はい、持続化給付金、持続化給付金あれも気をつけないと、はい、確かにね、やっぱ不正がかなりはびこっているようですから、そうですね、だから、はい、まあ税務署も頑張ってもらって、うん、これまでの売り上げが立ってなかった会社とかがもらってるとか、うん、その辺そのマイナンバーとかでこう付き合わせしてね、うん、なんかやってもらいたいなっていうふうに、うん、こういう時こそ税務署やれよ、いや本気を出す時ですと、そう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 、うち、ん、に来てないで、うちの会社になんか来てないで、また個人的なそのうちの会社になんか来てないでなこういう怪しい会社が今年は絶対いっぱい、うん、案件あるから、はい、そこ全部洗ってほしい、そうですね、うちに来てないで、そこだけで相当取れるんじゃないですか、そうそうそう、もう、はい、じゃあ次いきましょうか、はい、これは TBS の記事なんですけども、うん、はい、独自運転免許証システム統一全国での発行更新が可能にと、うん、はい、今更かっていう話題ではありますね、はい、政府が推し進める運転免許証のデジタル化に向けた工程表が JNN の取材で明らかになりました、うん、2022年から運転免許証の管理システムを順次全国一元化するほか、はい、免許証とマイナンバーカードの一体化を進めます、うん、複数の政府関係者によりますと政府は47都道府県の警察当局が個別に運用している運転免許証の管理システムについてクラウドサービスを遅くとも2022年までに導入し順次運用することで全国で一元化する方針を固めました。一元化によりコスト削減が見込めるほか運転免許証の発行更新を全国どこでも行えるように、するということですと。これはもうクラウド推進の蓮舫議員も大満足じゃないですか、ね、クラウドサービス、そう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 、もうどこでもできると、まあはい、まあ、これは嬉しいといえば嬉しいですけど、はい、ただ単にもう盗まれないようにしてくれと、ハッキングされないようにしてくれっていうだけですよね、うん、あとそのマイナンバーと一緒になっちゃうじゃない、はい、そしたらもう結構例えば、その病院のカルテとかさ、うん、もう見れちゃうんじゃないかとか、いやもうそれは危険っちゃ危険ですよね、そう、あと交通違反、うん、過去にこういうのをあいつやってたなというのまで、はい、関係ない人に見られるとしたら嫌だなっていう、うん、はい、いやこれからやっぱ口座も結びつくっていう話ですからね、そうですね、で納税記録なんかも全部見えるようになっていった時に、うん、さとにかく遡れないようにしてほしいなという感じですよね、うん、変なやつが見れないように、そう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 、その辺のセキュリティは、これ結構脅せるようにもなっちゃうからね、うん、はい、そうですね、君過去に50キロオーバーやってんじゃないのとかっていう話になっちゃいますからね、うん、はい、これやっぱ今更ではありますし、はい、だからこれ全国で違うってことは、うん、それだけお金かかるっていうことじゃないですか、はいはいはい、これやっぱなんか地元のいろいろ癒着とかもあったのかなっていう、うん、まあ、警察との癒着というか、はい、いうものもあったんじゃないかなというのもありますし、はい、まあ、これを一体化することで効率化して、はい、まあ、これ働き方改革にもつながりますよね、そうですね、こういうそのデジタル化を進めることによって、まあそうですね、うん、これでなんかその、移民の人とかもちゃんと税金払ってもらうように、はい、うん、管理するっていうつもりだったらすごくいいんだけど、うん、はい、ね、今バラバラだからね、うん、だけどこれがちょっとその口座とかもちゃんと見てくれてって、うん、日本人だけに厳しい形になるんじゃないかっていうのをすごく思うよね、そうですね、やっぱ外国の方ってちょっと今まで緩かった部分があるので、そう、いや保険もただ乗りみたいな、そうそう、ただ乗りみたいなんじゃない、それがねちゃんとこうビシッと所得と納税と、うん、そうですね、犯罪記録とか、うん、そういうのもきちっと見るという形にしてもらいたいな
ていう。まあ、でもあのこのマイナンバーカードに全てが一元化できるっていうのは、うん、楽ですよね。楽でいいね。だ免許証も別に持つ必要がないし、うん、だ保険証もそれで済むし、そうそうそう、だから保険証がその顔写真付きになるというのは非常に大きいなと思ってて、うん、大きいですね。だからそれこそ外国人なんていうのはもう使い回ししてるって話あるじゃないですか。そうですね、はい、なんか全然違う人なのに使い回ししてその保険適用されるというのがあるので、これはしっかり統一して使うべきだなというのありますよね、はいはい、じゃあ次行きましょうか、まあ、ただ本当は渡すのは怖いなって思いますよね。マイナンバーカードこうなんかほら病院行ったら保険証出すわけじゃん、はい、帰ってくるまで持ってなくて、うん、亡くなったりとか、あなんかその時の責任ってどうなるんだとか、うん、非常にちょっと怖い面がもう複雑な暗号化をしとかないと渡してしまうっていうね、うん、そうそうそう。奥山さんなんてほらコンビニで免許証コピーして、はい、そのまま免許証忘れて帰ってましたからね、はい、あそういえばそんなことありましたね。あったでしょ。しかも海外でそう海外で免許証がないって言い出して、そう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 だそうだ、それであのレンタカー借りるときにあじゃあみんな免許証出してって言ったら、そう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 、奥山さんだけあれないって、そう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 、それなんか地元のファミマかなんかに電話して海外から免許証忘れてるっていうコピーしてそのまま置いて帰ったっていう、ね、あったあった、はい、それで和田さんが全部運転したっていう、そうそう、おかげで僕が運転しなきゃいけなかったんです何のために奥山さん連れてったかって分かってないよね。彼が酒飲まないから連れてって、そうそう、僕が飲んだ時には運転してもらおうと思って、それだけのために呼んだのに、それが実は戦略なんじゃないですか。それを忘れてきた。運転する手間を省くために、はい、あえて忘れて和田さんに全部運転させるっていう、そうかもしれない。それが戦略学者ですからね。そうね、本当に戦略だもん。もう本当役に立たねえやつだなと思って本当にいや確かにそれ、うん、コピー、まあ、コピーする機会がどれだけあるか分かんないですけども、うん、コピーして忘れるって本当に大変なことですからね。いやでも結構コピーして出すとかっていうのは免許証に関してはよくあるじゃない、うん、クレジットカード作るときにコピーして、はい、両面コピーして出してくださいとかあるわけだから、うん、あでも今マイナンバーもありますよね。ああそっか、まあ、その会社と取引するときに、うんうん、はいはい、マイナンバーの提出が必要ですっていうので、ただあれ結局2種類必要なんですよね、うん、マイナンバーの、まあ、その通知カードだったら通知カードと免許証とか、マイナンバーカードだったらそれだけ、マイナンバーカードだったらそれだけで OK なんですよね、うん、確か、はい、そういうなんか縛りがあったりするので、そうですね、はい、これが今後統一されて、はい、そういう忘れる人も出てくるでしょうね。そうですね、うん、本当に気をつけないと。だって実例があるんですから、はい、実例ありますから割と身近なところに生々しいところ、生々しい実例、はい、あったり、海外から電話してたってねめっちゃ高い通話料でファミマに電話して、そんな人いないですよねああよかったとかあるらしいとか言ってましたからね、はい、次なんですけども、はい、あこれ悲惨ですね。池袋暴走母子死亡、車の異常で暴走した元院長が起訴内容否認、はい、東京地裁初公判と、うん、東京池袋で19年4月近くの主婦松永真奈さん、はい、31歳と長女莉子ちゃん、はい、同3歳が乗用車にはねられ死亡した事件で、自動車運転処罰法違反に問われた旧通産省工業技術院の元院長飯塚幸三被告は8日東京地裁で開かれた初公判で、起訴内容を否認したと、うん、冒頭誤審通を思うと言葉がございません、心からお詫び申し上げますと謝罪したが、起訴内容の認否を問われると車の何らかの異常で暴走したと思っておりますと述べた。弁護側は過失致死傷は、成立しないとした。起訴状によると、飯塚被告は19年4月19日、東京都豊島区の道路で乗用車を運転中、アクセルペダルをブレーキと間違えて踏み続け、時速約60キロから96キロに加速、自動車で青信号の横断歩道を渡っていた松永さんをはねて死亡させたほか、通行人ら9人を負傷させたとされる、はい、全治約1年の負傷者もいたということで、まあ、その検察側はブレーキの性能に異常はなかったと、はい、そうですね、見ているし、はい、まあ、これトヨタ側も、うん、いやそんなことはないと、まあ、全部記録が残ってますからね、はい、最近のコンピューターですし、そうですね、まあ、これに対してあの否認するなんてとんでもないっていう意見も、うん、なんかすごい分かるんだけども、うん、まあ、裁判は基本みんなそうなりますからね、うん、私が悪いわけではないという、あ、まあ、うん、この多分弁護士として、はい、この人についてる弁護士の戦略として、うん、もう謝って認めた方が、う
もういいんじゃないかっていう戦略はなぜ立てなかったのかなって、ガチな否認したところで、うん、罪が逆に重くなるから、うん、負けた時にはね、これ勝てる見込みもないと思うし、そうですね、そう、もう印象も最悪だし、印象も最悪だし、しかもその彼はその3日後ぐらいに現場検証なんかやる時に、うん、もうなんか何松葉杖みたいな、あ、はい、っていうかね、あの、はい、杖ついて、うん、歩けないのかよというのがもう、いや足悪いっていうのはもう元から悪かったですよね、そう映像で出てるわけでしょ、うん、だからあの間違えてブレーキとアクセルを踏む運動能力もないし、うん、あとその自分はブレーキ踏んでましたって言ってる時点で、うん、だいぶこう判断能力脳の、はい、もうおかしいんじゃないかって印象を与えるから、うん、弁護士が本来それも勝つ見込みないから、あのそうボケてるっていう判断するかもしれないから、うん、そういう狙いかもしれないね、逆にボケてましたっていうのを狙って言ったのかな、うん、そうバイデンかと、うん、ただ結構このバッシングについては、うん、賛否両論あるじゃないですか、はいはい、いや本人に対してはもうしょうがないけれども、うん、なんかその周りの人に対してバッシングするのは違うんじゃないですかっていう、なんか江川翔子さんとかが家族とかね、うん、そう書いて話題になってましたけど、うん、それは確かにその通りで、うん、なんかその周りの人っていうのはまあ本来関係ないわけじゃないですか、確かに止めようがないし、まあ、そう、うんうん、なので そういうバッシングは控えるべきじゃないかっていうのは、うん、それは正論だなと、はいはい、思いますけれども、これやっぱ、うん、心情的にはもう、うん、なんていうか重い罪をはい、望むという方が多いと思いますけれども、まあねはい、この方やっぱ飯塚さんって89歳じゃないですか、もう、はい、もう入ったところでどうなんだっていう年齢ではありますね、まあ、でもまあちょっと反省してる感がないから、うん、ちょっとビシッと実刑食らってくださいっていう感じは僕はちょっと思いますけどね、うん、これはもう刑務所の中で死ぬっていう、うんはいうん、もう本当に感じになるでしょうね、うん、はい、はい